ちは、かいちゃんのりかです。こんにちは。こんにちは、パンチャーリーナです。はい、ちょっと早速なんですけど、はい、こちら見てください。虹色パンチャー、ありがとうございます。これね、これいつ発売したんでしたっけ、はい、6月10日発売です。6月10日発売、まだ発売前です。あ、発売前、じゃあ動画が上がる頃にはきっと発売されてるという感じです。あ、そうです。でですね、今日は海がいないんですけど、はい、何をやっていくかと言いますと、はい、このね、ちょっと中見ていいですか。中見ていい。おお、あ、なるほどなるほど。いろんな私がいるんですよ。脱いでる系じゃないんですね。え、ヌード？グラビア系かと思ったんですけど、違うんですね。グラビアもしてます。ただコスプレもしてます。はいはいはい。おお、視力もあります。はいはい、あ、いろんな私を見れるみたいな感じで、はいはいはい、ただ脱いでるだけでは感じないです。なるほどですね。はい、あ、だから虹色なんですね。7人の私が見れるっていう。はい、ということでね、これが発売されるわけなんですけどね。はいはいはい、うちのボス、パンちゃん、なんて呼んでましたっけ？変態ジジイ。そう、変態ジジイ。そう、変態ジジイなんですよ。で、これは、はい、多分僕と斎藤くんも納得できるんですよね。まあ、その呼び名、そうですね。あ、だからオンエアしてくれてるんですね。そうです。ね、もちろんです、もちろんです。あれが素の彼なんで。まあでもその動画のアップロードをもう止めないってことは、多分本人も若干自覚症状があるのかもしれないですね。そう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 、自覚症状あるでしょあれ、ね、でね、で本題なんですけど、 そんな変態ジジイの彼、これ多分見たくてしょうがないと思うんですよ。いや、しょうがないでしょうね。喉から手が出るほど欲しいと思うんですよ。仲間ですよね。仲間だけどそこはやっぱちゃんと素の彼をこう出していかないといけない。でもちょっと心配なのが、うん、なんか変態じじいすぎて刺激が足りないと思うんですよ、うん、あー、なるほど。なんかもっとキワキワとかちょっと刺激的なものを求めてそうなので、変態じじいって。いやいや、そんなことないですよ。なんかそこまでいかないぐらいがいいんですよ。なんかこう、どういうこと？いや、まあ、何をしていくかと言いますと、はい、ちょっと話が逸れてしまいました。本題ですね、本題、はい、今日の本題。彼がそろそろここに午後のトレーニングをジムにしに来るんですね、はい、なんでこれをこう事務所にこう置いといたら、はい、こういう感じでね、はい、そう、果たして手に取るのか、はい、そして見るのか、はい、そしてどんな顔してこれを見るのか、はい、笑うと思いますよ。ちょっとウェディングドレスのシーンとか、友達のウェディングドレスのシーンとかちょっと見れなくないですか、こういうシーンとか。いや、笑っちゃいますよね。いや、見たいな、うん、これすごいよ。いや、笑っちゃうと思うんですよ、多分こういうシーンとか。ああ、いい、怖いじゃないですか。, 笑いません、ちょっと見て。いやいやいや、友達がこんなことしてるんですよ。いやいやいや、まあでもね、その常にね、セクハラをパンちゃんに繰り返す彼は、はい、この雑誌をどんな目で見るのかっていうのを、はい、リアルタイムで見れるカメラを隠しカメラ設置してあるんで、それをちょっと別室で僕らで見ながら恥ずかしいな。モニタリング、モニタリング、そう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 、はい、まあ、カイこと変態おじさんは一体どんなリアクションをするのか、一人ですからね、僕らがいるって思ってないところで、一人で素のカイをちょっと見ていこうかなと。一人で見てるとき、どんな顔して見てるのか、本物の変態じじが見えるってことですね。そう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 、私にもまだ見せてない変態じじ。あ、そうですそうですそうです。なんでパンちゃんとか僕とか斎藤くんとかがいるところの変態感といないところの変態感ってまた多分差があると思うんですよ。発売前に変態じじにチェックしてもらえるなんて。そう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 。いや、でもいいっすね、これ本当に。どのパンちゃんがいいかを聞きたいんですよ、ね。ああ、なるほど、それも後で聞いてみますか。はい、いいですね。ちょっとその辺を含めて、はい、ちょっと会が来るまで、ちょっと別室で待機して待ってましょうか。やってみ、はい、やってみましょう。やっていきましょう。よろしくお願いします。この辺に置いときますか、こういう感じで。はい、置いときましょうか。はい、こんな感じで。こういう感じで見れますんでね。いや、どんな感じですか、どんな感じですか。あ、ここら辺にポンって映しておきます。はい。ちょっと待ちますか。はい。行きましょう。モニタリングって僕ら初じゃないですか。初ですね、確かに。本当にやってなかったの？リアルタイムだよね。リアルタイムって緊張するね。時間来たら起きないので大丈夫なんだ。このカメラすごいですね。これすごいね。ちょっと俺さ、一回行ってるからさ、駐車場で会がシャッター開いたら上がってくるわ。オッケーです。ちょっと待ってください。はい。来ました、来ました。会が来ました。車が来ました。見てくれなかったらどうしよう。
ちょっと待って。びっくりした。どう？びっくりした。びっくりした。なんで？ね、何？電話かかってきたんだけどさ、何？写真撮ってなかった私の。びっくりした。じゃあビデオ電話して。あ、ビデオ電話するの？あ、私にビデオ電話するの？なんでいるの？びっくりした。ねえねえねえ、すごい見てたんだけどさ、一回目めっちゃ爆笑してさ、何？あれ？ちょっと笑ってる。じゃなんかさ。なんだっけな、なんかなんかめっちゃ笑ったやつなかった。何これこれあのうちの変態親父はあのパンちゃんの写真集置いといたらどんな顔して見るのかっていう検証です。めっちゃ笑ってたよ。見てましたね。見てましたね。誰かしっかり手に取って見てましたね。森田優さん、森田優さん、すべて見てましたね。なんだっけな、なんか水鉄砲みたいな、これ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 、これ見せれないけど、これ見せれないな、モザイクかけて、水鉄砲のやつでこれやばい。これえ、何がやばいの？なんか面白いなと思って。あ、これで爆笑したの？これだったからなんか、すごい笑ってた。何か面白かったの、これかな。ね、なんで笑うの？面白いやん。え、可愛くないですか？うん、なんかね、すごいね、いいね。どんな気持ち？いいね。めっちゃいいよ。え、なんかあのパラパラって飛ばして見てたところと戻ったところは何なのかな。戻ったとこあった俺、うん、最後まで見てめっちゃ戻ってた。いや、なんかね、ちょっと気になったとこはどこやったっけな、この辺。あ、いいですね、そこら辺。こう、え、こう普通じゃない？助かるね、助かる。怖いよね、宇宙人ね。いい教えしてるよね。ありがとうございます。ありがとうございます。教えがいいです。言うことがやっぱりなんか想像通りというか。こんな感じね。いや、めっちゃいいよこれ。ほんとなんか、いや、刺激足りないだろうなと思ったの、会場に。いやでも、結構刺激強くない？いや、この辺とか。これ。これ刺激強いかな？見えるか。見えない、見えない、見えない。会場もっとキワキワとか、めっちゃもう手ぶらぐらいじゃないと、ダメかなと思ったんですけど。逆にそこまで行っちゃうと多分そう冷める。サイトさんが言ってて、うん、こんぐらいベスト。そう、ほら、うん、ほらちょうどいいよ。よく分かってるね、サイト。やめてくれこれ、この動画。でも大丈夫だと思うよ。なんかまだ大丈夫だったよね、うん、あ、でもなんか入ってくるときになんか周りをなんか一回確認してた。見るとか一回確認したよね。びっくりしたかもしれない。悪いことしてくれちゃう。そうみたいな、なんか確認して足組んで見てた。でもよかった、笑ってくれて嬉しい。恥ずかしいだから。恥ずかしいわね、友達を見るの。どんな、どんな顔で俺が見てたかちょっと分かんないから。そこ撮られてるのはマジで恥ずかしい。これを見て、ね、なんかあのちょっと元気になる。そうそう、心に虹ができればいいなと思って。元気になる。元気になる。心が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 元気になる。元気にならんかった。ピーだよ、ピー。で、なんか7人いて、どれもパンちゃんが一番良かったかなって教えてもらいたくて。あ、一番？え、それは見せていいの？一番ぐらい見せられないの？なんか。あの、カットを渡す。見せていいカット。あー、エロいよね、これ、だいぶ。本当？え、いつも見てるじゃんこれ。あ、そういう意味じゃなくて、あのこれはこれは疑惑。自爆した。違う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 内緒で。違う。ちょっと黙ってもらって、あのスパブラとあのスパブラで合ってるから。確かにいつも全部見てるのはね、内緒だよ。違う違う、あのスパブラだよこれ。この髪型いいじゃん。ヤンキー？お風呂とかいいね。一緒にお風呂入ってる感じが出るかな。一緒にお風呂入ってはないけど、あ、俺じゃないね。え、それじゃなくて、何を見せられてるんですか、これは。寝男じゃ一緒にお風呂入ってる感じになるかなって思って見てる人が。なんかさ、そのムキムキだからいいよ。なんかそのなかなかいないじゃん、こういうから。閉まってる。引き締まってます。でも太ったの、頑張って。これ太ったの？あの、その撮影に向けてちょっと脂肪つけようと思って。でもバキバキだよ。本当？こういうバキバキの女の子って少ないから、でも需要あると思う。見たいと思う、みんな。あ、ほんと？
いいよこれは。これは売れます。これで笑ったの。これは面白い。2ステップはやばい。これちょっと攻めすぎじゃないこれ。危ないよ。え、そう？毛が見えそうだよ。毛ないのか。なんで知ってるんだ。なんで知ってるんだかよ。見たことある。見たことないよ。痛そう今の。痛そう今の。これかな。一枚なんで言っていい？うん。お尻アップだけど、お尻私映ってない、お尻。いやでもね、これかな、このページだな、俺は。可愛いよね、このページ、うん、これです。いや、お尻よ、お尻。あれ、パンちゃんは、それはいい、パンちゃんの体のパーツで一番いいのだ、お尻だと。あ、ありがとう。じゃない、なんか、上がってて、確かに鍛えてる、ちゃんと。確かに。ありがとう、なんか、いい横で言われるとちょっと取り上げてパンちゃん、もうダメこれ、もうダメダメですダメです。カイまずさ、あのここに来て見つけたやん、どう思った、まず。お、送ってくれたの、斉藤君に渡してくれたのかなみたいな。あー、なるほどね。早かったよね、すぐ何の疑いもなく普通に手に取ってたからさ。え、なんかさ、そのできたらちょうだいっていう話はしてたから、うんうんうん、斎藤君経由でくれたのかなと思って。あ、なるほど。で、多分これがここに来るから置いといてくれたのかなと思って、それ全然疑ってなかった。ティッシュも一緒に。ティッシュも、どういうこと、どういうこと、どういうこと、何を言ってんの斎藤君は。パンちゃんをおっしゃってくれ、それやばいでしょ。何を言ってんの。いや、斉藤くんダメよ、斉藤くんダメ。何を言ってんのそれ。え、これもらっていいの。うん、あのちゃんとサイン書いてるね、見たこれでしょ。そうで、表紙めっちゃ見てたじゃん。何を見てたの。え、これなんか、待って、ほら、あ、ここ見てたの。そう、これ表紙めっちゃ見てたよね。これ見てたの。おお、そこにもあるんだ。あ、すごい。あ、そう、そこにもある。それ表紙なんですね。見逃さないから、ちゃんと。へ、すごい。写真集慣れしてますね。すごい。で、あの、あんまり修正をかけなかったの、ほぼ修正をかけてないの。確かに。だから普通グラビアって結構めっちゃ修正かけるんだけど、うんうん、ありのままのうちが見えるから結構ね、ほっぺたの産毛とかもよく見たら見えるの。へー、ここら辺最初のとこか。見るな。ここら辺産毛も見えるの。見せたい。そうだから、なんかそのちょっと笑った笑いじわとかシワとか眉毛の剃り残しとかまで見えるから、そりゃいいな、感じなんですね。そう、あ、近い作ってない感じがいい。そう、なんかなるべくナチュラルに近づけてる。これ助かりますね。いや、お尻じゃん、やっぱり。助かります、まんちゃん。水着いいな、やっぱり。ありがとう。水着いいね。バーベキューやらないとね。目当てそっちじゃん。目的水着。大丈夫、今日流れるよこれ全部。違う、俺が見たいんじゃなくて視聴者さんが見たいと思って俺は提供しに。あ、なるほど。確かに。じゃあ概要欄から変えるんですかこれは。あ、そうですね、概要欄から。え、どこで変えるんですか。いろいろ変えます、 Amazon とか書店とか。うん、 Amazon で買いました。 Amazon のリンクを貼っておきましょうか。ありがとうございます。3000円プラス税で買います。おお。かわいいパンちゃんがたくさんなんでね、ぜひ概要欄から買ってあげてください。特に男性にはおすすめです。やっぱコロナ禍で家でやることないと思うんでね。どういう風に使ってほしいのこれは。え、なんか心に虹を作ってほしいの。心に虹。なんか落ち込んだ時とかもこういうの見て、さっきみたいにバーッと笑ってほしい。ちょっと笑顔にね、笑顔にしてほしい。なるほど。他には。何あ、それでいいの。それでいい。じゃあ見て笑ってくればいいんだ。そうそう、見て元気になってくれればいいな。元気な、あ、なるほど。元気にね、全部元気にね。これ生意気19歳、伊原くんじゃないですか。はい。あの子がね、なんと本気で格闘技を頑張りたいから教えてくださいと言ってきましたんで、最後すごい。